どうも、皆さん、おはこんばんにちは。はるなかんです。よろしくお願いします。今回は、えー、また商品紹介ということで、この商品買いました。じゃじゃーん。ジャブラトーク25。ということで、今回はジャブラのヘッドセット、えー、トーク、えー、25というものを買ってみ、 ま、したイエーイということで、なぜこの商品買ったのかというね、えー、少しの概要をね、説明させていただきましょう。私ですね、えー、まあ、たびたび通話をしていますと、えー。その通話の際にはですね、一応マイクとかね、まあ、イヤホンとかあるんですけども、マイクはね、えー、いいもの、ちゃんとね、揃えています。ただし、えー、マイク、ね、いろいろこう、距離が離れていたとしても、ちゃんと拾ってくれるマイクなんですけども、 えー、距離を離れたいときとか、まぁ、あ、ちょっとね、何か作業をしながら、えー、通話したいといったときに、優先のイヤホンだと、割と行動範囲も制限されちゃいますと。なので、まあヘッドセットをね、私持っていました。例えばですけども、同じジャブラの、えー、これね、シリーズがわからないんだけど、ジャブラの EasyGo というね、昔の、えー、シリーズ持っていますと。はい。こんなね、やつですと。持っています。 えー、じゃあなんでまたね、ジャブラをね、買ったのかというとですね、えー、こいつのバッテリーが持たなくなってきたということが、まあ一つ原因かなとは、えー、いうことができますと。えー、持たないです。持たなくなりました。持っても多分1、2時間ぐらいじゃないかな。ぐらいしか持たなくて、まあ、えー、通話を連続でできないということが起こってきましたと。いうところでですね、やはり、まあ、新品、ちょっと必要かなということで、えー、こいつを買ったということです。 えー、ちなみに、アマプラの時に買ったんですけども、アマプラの割引は受けられませんでした。はい。え対、ー、象じゃなかったから。ということで、じゃあ開けてね、行きたいと思います。多分こっちだよね。多分こう開けるんだよね。あれよいしょ。いくよ。ほいっ <laughs> ちょっと待ってね。こう、こうだ。よいしょ。いけ。いいよ。いけ。あ。 これは、上だけ剥がしちまった。あーごめんなさいね。もう、もう、もう、もう僕はパッケージは利用するつもりはない。バイバイ、こんな開け方をして。ああ、ごめんなさい。いくよ、ということで、出てきましたよ。ジャブラトーク。はい。中身をこれだけ、箱の外観こんな感じね。よいしょ。中には、 えー、多言語マニュアルみたいなのが入ってますね。はい。get s t a r t e っていうものが入っていますと。で、あと入ってるのは、マイクロ USB が入ってます。充電の多分。で、エイヤーソポートと、あとこれは多分スポーツ用のやつですね。はい。が入っていました。じゃあ、早速本体出してみましょう。出したわ。あ、ちっちゃい。見てください。ジャブラのイージー語ーよりちっちゃい。見えますかねちっちゃいね。 いいですね多分これが電源入りましたね OKOK、OK OK、いい感じだうんじゃあねちょっと早速充電コードを押してみましょうこんな感じで充電されますうん いい感じ私は多分ねサポーターは使わないので多分これは封印するはずかなうんまあ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  OK よじゃあちょっとえっと少しねペアリングとかに移っていきましょうじゃあサクッとですねえっと接続やりましょうかおそらくですね多分ジャブラ系列のこのシリーズだとまず電源オンにするんじゃないですか これで出るかな出なかった場合はここを長押しするとこの真ん中ね説明書見ずにやってるんですけどはは <laughs> 出ないな出ないなほう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 あ出た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 これねジャブラートーク25これで、ね はい、ペア設定。来ましたね、コネクティッドえー、本来の使い方ではありませんけども、ちょっと音楽をね、聞くような仕草さ、ちょっとやってみたいなと思っています。よいしょ。うん。で、ちょっとどんな音質かだけね、見ときたい。ほうほうほう。 ちょっと待ってねあいい感じじゃないあいいねあ音質としては申し分ないいいねちょ7ページ飛ぼうかうんうん あ、いいわ。あ、いい感じだ。はいはい。これであれでしょうん。ロングバッテリーでしょ ?8 時間とか持つんでしょで、待機時間10日間とか。あいいんじゃないこれで、だってだいたい2400円ぐらいだもん。あ、いい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 。いいわ。うん。いい。いい商品だ。こいつは。素晴らしい。 いいねいいよ本当にねいいだからいいしか言ってないけど <laughs> あいいわうんはいあーなるほどねやっぱりねジャブラーの方が僕は安定してると思うなあのプラトロニクスさんとかよりもやっぱり僕はジャブラーの方が安定してると思うんですよねはい 結構ね、いい音質です。で、フィット感も申し分ないです。まあ、普通のヘッドセットの息は、まあそこまで出てはいないですけども、えー、逆にね、普通っていうのが、やっぱヘッドセットには求められると思います。ね。あの、まあ装着感もものすごい大事だけどね、言って。まあでも、2000ね、4、500円で、まあそんなに求めるわけじゃないから、まあそういうことも含めると、ね、うん、いいわ。 いいね。うん。はい。ということで、今回は、えー、ジャブラのヘッドセット、ジャブラトーク25のご紹介でした。えー、皆さんね、ちょっとヘッドセット探してるよという方は、ぜひぜひあの購入してみてください。ちょっとね、私の使い方とか、まあ、含めると、ちょっとね、普通の使い方ではないじゃないんですけども、えー、非常にね、いい感じな商品かと。 思います。まあ、ぜひぜひ、あの、検討してみてください。ということで、また、えー、次回の動画でお会いしましょう。春菜でした。バイバイ。